はい、どうも、こんにちは。スクジョジョ太郎です。いや、うるさいっす。いや、うるさいっす。いや、誰が何と言おうと、僕は、クジョジョ太郎です。いや、うるさいっす。うるさいっす。はい、どうも、シャツでよしぐです。今回はね、マスターガンダム視点撮ってきました。で、まあ、成田さんの動画の方でいっぱい上がってっから、まあ、俺の方ではね、前作から今作に伴うね、変更内容、あんまり喋んなくていいかなとか思ったんですけど、まあ、一応言っとくと、横スラのダメージが伸びたりとか、まあ、エクバに戻ったって書いてあったね。で、あと、N ムチのリーチが長くなったみたいね。うん。で、他の変更点は大体バーサス仕様になってるね。なんか、横下発生とか、ハエとか。で、まあ、でも今回の目玉はこれよ。これ、いやもう完全これスタープラチナやん。これ完全スタープラチナやんとか思ったんで、どんな技名なんだろうと思って、ウィキ見に行ったら、まさかの百裂パンチとかいうクソだせえ技名で、はぁとか思って。いや、これ、いやま、確かに百裂パンチだけどさ、まさかそのまま来るとは思わなかったっすね。なんかもうちょいさ、すごい、だって他のさ、技名とかあれよ。あの、ハエだったらさ、十二王砲ハイ大射兵でさ、ま、今作刻ん証拠人ないんだけど、で、あとさ、普通の横持ちとかだって、あれだよ？なんかダークネスクロスだっけなんだっけな？マスタークロスか。で、このメインでさえ、ダークネスショットって名前があるのに、まさかの百裂パンチだぞ、お前。ちなみにこれちょっとダメージ伸びるね。今の林指導なんだけど240ぐらいってね、これ。ドルブが500なんで。で、こういう置き攻めにも使えるから割と強いんじゃねとか思うんだけど、どうなんだろうね。成田さん全然使ってなかった。まあ、確かにブースト燃費バカ悪いし、あんま使い意味ねえよなとか俺も思うんですけど、はい。はい、で、一回落ちてしまいさ、ちょっと実況戻ろうか。つっても、結構、勝ち確なのかな状況的には。うん。だからね、ドルブ相手に灰がすごい強いね。うん。さあ、ここで覚醒溜まって、さあ、横一段から、おろろ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 ら相手な感じでね、死に武装なんですけど、今回はね、この死に武装をね、生かした視点をいっぱい取ってきました。はい。いや、死に武装にもね、やっぱり夢を見させてあげるのが、動画投稿者でしょう。さあ次の試合行きましょう。はい、続いて2試合目。お相手が、ダブルホー特殊トリアで上があれアルファリオンだな。はい、で、ね、このキャラね、まあ、ハエの仕様が変わったじゃん。あの、12砲敗大射兵。あれの仕様がね、ちょっと正直強化とは言い難い。うん。ただ、なんだろう、その、弱くなった弱体化とも言い難い。うん。別武装だね。なんか似てるようで。っていうのもね、まあ、ハエつったら、今の N ムチなんか職人っぽい。まあ、いいや。ハエつったらさ、やっぱり取り付いてさ、そっから刻ん証拠陣でスタンかけるっていうのがさ、普通だったじゃん。で、あれってさ、遠距離でも当たってもさ、しっかり拾えたじゃん。自分のタイミングで外せるから。まあ、ハエが取り付いてる時間が2.5秒くらいかな。なんですけど、基本的に遠くにいる相手に当たった時も、刻ん証拠陣間に合ったじゃん。でも、刻ん証拠陣から、2位のタイミングで出せるから、そっから格闘間に合ったんだけど、今作のはね、直接スタンなんで、まあ、スタン武装なんだよね、これ。うん。だからね、今の避け方かっこいい。だからね、ちょっとね、遠距離で当たった時にね、拾えないことがあるんだよね。っていうのが、まあ、デメリット。というか、まあ、変更性でのデメリットだね。ただ、メリットもあって、近距離で当たった時に、これね、前作だとさ、やっぱり刻ん証拠陣でさ、ブースト1回分使っちゃうじゃん。それがなくなったから、うん。だからブースト1回分節約できるっていうのは割と格闘技としては非常にありがたいんじゃないかなということで。うん、まあ、一長一短だよね。うん。優劣つけがたいって感じですね。まあみんな的にはどうなんだろうね。マスター使いの感想としては。まあ僕の個人的な意見なんで、あの、星空マスター意見なんで、ああ、もうこれもゴロ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 ってやってるんですけど、こんなマスターの意見なんでなんとも言い難いんですけど。はい。で、あとね、そう。なんか、フィンガーの、あ、おた、ダークネスフィンガーのね、突進速度が少し遅くなったかなっていう。うん。ちょっと前作使ってたんだけど、割とフィンガーで移動することが多かったからわかるんだけど、ちょっと遅くなったかなと思います。さあ、3試合目行きましょう。はい、続いて3試合目、お相手がユニコーンとライトニングですね。てかさ、ビダール落ちたらユニコーンだいぶ強そうだよね。ユニコーンの生地結構ビダール辛いんだけど、それ以外に結構有利取れるから、ユニコーンって。まあ、アメキャンの回転率もほぼほぼ無限に近いし。だから、ユニコーン割と今から練習するのもいいんじゃないですかとか思いながらさ、実況していきましょう。さあ、開幕はね、ユニコーン張り付いていきたいですね。やっぱユニコーンの弱点は生地なんで。というか、NTA 今作マジ取れないんで、前作以上に。
まあなんでちょっと距離詰めていきたいところではありますね。さあ、ここはうまいことかいくぐってから、これ以外の派生を知らん、俺は。ちなみに、この、スタープラチナ呼び出し、これね、前派生あるんですよ。前派生で、無知でベチーンつって上上げるやつがあることを知ったんですけど、いや、これは、ジョジョじゃないべ、つって。いや、俺の求めてるジョジョじゃない、つって。ちょっとね、かたくなにやってないんですけど、まあ、あれ割と便利だったね。うん。さあ、ここは一回 NTD があっちも覚醒溜まってるんで、と思ったところで相手が入ってきたが、しっかり相方のマックスが取ってくれている。危ねえ。くそ危ねえ、今の。さあ、これ覚醒入っていくのか。さあ、残り58で入って、ここは横からメイン？謎だが、謎すぎだろ、今のコンボ。さあ、だからもうここジョジョだって思ったら、ディズニーにぶっ飛ばされと。はい。ちなみにね、ちょっと今気づいたんですけど、授乳法敗退したい、ハエが、ハーベストにしか見えなくなってきた、金マス中のやつ。なんて、どうでもいい雑談挟みながらさ、ユニコーンがミリーの状態でここは置き攻め仕掛けてて、今ね、ちょっと分かりにくかったんだけどね、相手の上昇に合わせてね、この百列拳上昇してたんだよね。くだらね。まあいいや。さあ、相方が一回落ちてしまい、まあギリギリ覚醒たまんないっていう状況か。一回ワン立てして溜めたいなと思ったところで、だらしない火なんで、まあ溜まってしまいと。さあ、覚醒入っていきたいですね。さあ、なんですけど、練馬ほど通覚を失ってないんで、ちょっと慎重になって、下がっていったところで、マックスターがしっかり取ってくれて、勝利と。はい、ってな感じの3試合目でした。さあ、ラスト行きましょう。はい、で、ラストがお相手がクシとレジェンドですね。で、相方がシャイニングに変わってると、しかも星ゼロじゃねえか。はい、で、まあね、昔からなんだけど、まあ、フルブーストからか。フルブからなんだけどね、マスバーサスクシってね、なんか苦手意識持っちゃわない。うん。っていうのも、相手のブースト使わせて、さらに相手にケツ振り向かせて、で、もう振り向き打ちしか打たせないぞっていう状況で振り向き打ちに当たって、で、メインカー様は連動ミサイルでダウン取られて、ストレスが溜まるって、俺結構あるんだよね、これ。フルブレサー家庭用で対マンするときとか結構あるね、これ。ちょっと不便。まあいいや。さあ、まあ、ミノクラのクッシーは今作はもうさすがに追えないということで、ちょっと威圧かける程度にしようかな。うん。さあ、こういう場面も、メインカー連動ミサイルでダウン取られてしまい、さあ、相方がレジェンドを対マンしたいとね、最初言ってたんで、ここはまあ、クッシー行こうかなと。さあ、生地はさすがに取っていきたいですね。さあ、ここは冷静にメインから、おろろろろろろで、今さ、ちょっと最終段構え違ったじゃん。あれ、前派生の挙動ね。うん。なんかあんな感じでね、切り抜けみたいな感じで、パチンって上に上げるね。さあ、ここは下で待ってるぞと言わんばかりに、もう、ここは固くない絶対取るぞという意志が見えた。さあ、ここで、おろろ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 で最終段入んないと。でも結構いいダメージ出たんじゃねえかな。あ、で、そうだ、そう、言い忘れた。ちなみにね、バーサスの時ね、このメインから、メインのダークネスショットから、横特角の百列拳のね、キャンセルルートがあったんだけど、なんでか知らずか、消えてますね。なんか消えてた。うん。なんで消したとか思うけど。さあ、なんか、オラオラしてたら相方にぶち抜かれましたね。さあ、ここは置き攻めをしようとしたら、これ一回メインで落とされてしまい、さあ、相方がしっかり445残してくれてるんで、もうだいぶやりやすい。もう一回タイマー仕掛けてもいいかなって感じですね。さあ、相方が活性溜まってて、なんだ今の。多分あれかな？シャイニングのアシストかな？さあ、ここはもう固くね、これしかないやつやるんですけど、これオーバーヒートでもずっとやり続けちゃうんですよね。で、ブースト燃費が、死ぬほど悪い、これ。もう死ぬほど悪い、これ。さあ、ラストさ、覚醒吐いて横とか固くないにやるもここは取れず。さあ、もうわかんないから、とりあえず横とかやろうってさ、これ発生マジで、攻撃判定出んのほんと遅くてさ、で、取れないっていう場面が多いですね。さあ、ここで急にやばい。横とかけとかやってるからだよな、こいつな。さあ、だいぶやばいし、覚醒溜まってない、お互い。で、状況的には相手がすごく有利と。なんか当てたいっすね、みたいな状況ですね、これ。で、こっちがなんか当たったら死ぬよ、みたいな状況なんですが、さあ、最後がまさかの連動ミサイルに当たって、誤爆と。はい。なんか、はいって感じの終わり方でしたけど、はい、まあマスターしてね、九条城太郎してんでしょ。さあ、エンディング行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ね、百列拳マスター。
やーっとね、なんかネタをねちょっと取りたいなと思って、なんか普通にね真面目になんか期待乗るのもちょっと飽きてきたなと思って、ちょっとふざけたいなって思ったんですけど、まあ相方と、横浜行った時にね、まあ相方金欠さんなんですけど、まあ金欠さんとなんか、捨て毛取りたくねっつって、あ、いいねっつって。なんか、やっぱりバラエティ欲しいべみたいな感じでちょっと撮ったんだけど、あのね、やばいね、これ。撮影費とんでもないね、これ。マジ勝てなかった。今、それはそうなんだけど、あんなことしてたら。はい、まあ、てな感じです。まあ、皆さんで真似しないようにね、これエンターテインメントなんで、はい、お笑い番組みたいなもんなんで、はい、皆さん真似しないようにお願いします。はい、で、横特化の性能なんですけどね、って感じだよね、なんかね、発声がもうちょい早かったら、もうちょい、ね、実用性あったんですけど、あとメインから英語特化のキャンセルルートとかあったら、まあもう少し便利というか使い勝手良かったんですけど、ちょっとなーっていう感じですよね。これといってここが必須、なんかその英語特化が必須っていう場面が特に見当たらなかったんですよね、やってて。相手な感じですね。で、あとね、やっぱりダークネスフィンガーの突進速度がやっぱり遅くなってると思うんだよ、絶対これ。初速っつうかなんつうか。だからね、ちょっと不便にも感じましたけどって感じだね。多分、バーサスの時に落とされたんだろうね、これは。多分その、フィンガーダイブで動かれたらダメよ、みたいな、その、まあ、あれよね。バーサス運営の闇みたいな。ゴッドのね、踏ん張りがついたのもバーサスカーだったと思うんですけど、それも結局、フィンガーで移動すんなよっていうバーサスのお達しだと思うんだよね。まあ、てな感じで、バーサスからね、影響を受けた、悪い影響を受けてしまった、まあ、ゴッドとマスターなんですけど、まあ、皆さんね、一回乗ってみたらどうでしょうか。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。次回の動画は多分フルアマユニコーンかな。はい、ちょっと3000ラッシュ続きます。てな感じでした。じゃあ、バイバイ。